お悩み相談コーナー。母親は看護師で、私は21歳の副士業で子供の施設で補助員をしています。もっと勉強して看護師になればよかったと後悔しています。看護師だったらあの、ね、専門学校とかもあるし、あね、思ってる以上に専門学校とか看護の大学行く人って30代40代とかでも普通にいるんですよ。しかもそういう人たちの方があのやっぱ本気で看護師になりたいからめっちゃあの勉強してるんで成績もいいんですよね。まあその学校のどこの何の教科が必要で、この学校の過去問はこういう傾向出てますっていうのを勉強したらいいと思います。全然今からの塾行っていいと思いますよ。やる気があれば全然周りの人も全然こうサポートしてくれるし、そこはすごくあの前向きに頑張っていいと思います。動画見てくれてThank you、登録ポチッとイエイイエイイエイ。